大鳥島は朝鮮海峡にある大韓民国の無人島。行政上は軽症南道東栄市に属する。大鳥島は日本海と東、シナ海に接続しており、東栄から南東に 50km、巨彩島から南に 21km 離れている。47km の東には日本の津島がある。島の面積は98,380。 平方メートルで、島の南部には百十五メートルの最高標高地点があり、四十五度以上の急勾配の岩壁がそびえる。大韓帝国時代末期の1九百六年三月に灯台が設けられ、韓国で三番目に古い歴史を持つ近代灯台となった。第二次世界大戦以前の構想である朝鮮海峡トンネルでは、大鳥島に作業港を設け、島の地下を経由して、 津島と馬山を接続することが計画された。日本海軍は一個中隊の兵力をこの島に駐留させて法人地を構築し、対戦中は軍事標的となり、東大は連合国軍の爆撃で破壊された。今日でも島の各所で法人地を構築した痕跡を見つけることができるという。東大は1954年11月に復旧され、1996年10月に、 無人化された。大鳥島は、海猫の繁殖に適した条件を揃えており、毎年4月になると、数万の海猫が産卵のために飛来する。島全体が、大韓民国指定天然記念物、第355号に指定されている。島に分布する、ヒゲスゲは、鳥の映像に用いられている。キオプンティア族のサボテン座禅僧タンポポが、自生している。また、 近年は地球温暖化の影響とみられるマルバズユクサの生息が確認されている。ありがとうございます。